アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋理事です。令和5年10月28日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023X3 リーグウエスト第3節広島ホークス対琉球ガーディアンライオンズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。ただいま両チーム試合に先立ちまして、それぞれにウォームアップの練習に繰り返しております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームチームとして手前側に陣取ります。チームカラーネイビーをまとっております広島ホークスです。かつては X3 の中でも下位に甘んじておりましたチームでしたが、しかし近年その地域的に厳しい状況の中、多くの選手の補強成功になりまして、優勝争いの一角に躍り出ております。今季を現段階におりまして2戦全勝をしておりまして、この一戦に3勝目をかけてこの地に挑んでおります。対しまして本日は反対側バックスタンド側に陣取りますのが、アウェイユニフォームホワイトをまとっております琉球ガーディアンライオンズ。こちらは東北沖縄を拠点にしております X リーグ参戦のチームです。その参戦は2022年、つまり昨シーズンが初シーズンでした。地域的に非常に厳しい状況ながら、しかし見事に全シーズン参戦に全試合参戦に成功しまして、昨シーズンは3勝3敗4位という成績を収めております。地域柄非常に対戦相手に苦慮する中、しかし沖縄米軍チームとも定期交流戦ボールゲームを繰り広げ、さらには台湾のチームなども交流をし、果敢に国際交流をしながらチームの増強、チーム力増強を図ってまいりました。今シーズン一気に X2 昇格果たさんとこのシーズンに挑んでおります。さあこの試合、非常に大きな意味合いを持つ試合となりました。今シーズンの X3 は X1、X2 を含めました X リーグ大変革が来季行われます関係上、X2、X3 ウエストは大きく変革します。 X3 は現在13チーム、そして1チームは今シーズン欠場しておりますので12チームによります 6チーム2ブロック制で展開しておりますが、今季の成績が3以上のチームは自動的に X2 に昇格できるというビッグイヤーに変わりました。6チーム中つまり3位、つまり3位勝ち越しを果たすことができれば X2 に上がるという非常に大きなチャンスを得ております。そのボーダーラインは勝ち越しとなる3勝ということになりますが、その3勝に王手をかけているのが手前側にあります広島ホークスです。対します琉球ガーディアンライオンズは現在2敗、まだ白星上がれていない状況です。非常に苦しい状況にはあるのですが、問題はこの後の対戦相手です。琉球ガーディアンライオンズの2敗は先ほど試合を行いました強豪勢であります元 X2 にあったサイワインダーズ、そして常に優勝争いを演じておりました新進気鋭リードエホーとエルズでした。これらの相手に苦杯をなめての2敗でしたが、しかし試合は互角でした。対しまして広島はこの両強敵とこれから対戦する形になります。つまり広島としてはこの試合に勝利しまして、まず昇格権を確保したい。しかし琉球はこれを倒し逆転昇格の権利を得たい、その一戦となります。果ては上位勢下位勢を巻き込んだ混沌の形に招かれるのか、あるいはこれによって今季が決するという形になるのか、非常に大きな天下分け目の一戦となりました。リーグ全体、ブロック全体を揺るがす一戦となりますこの第3節の2試合目、果たして制するのはどちらでしょうか。広島が制し天下平定という時を迎えるでしょうか、あるいは琉球がこれを取り波乱の後半戦に持ち込むでしょうか。
さあそのウォームアップ解けまして、まもなく試合開始の時を迎えます。早速チャット内のメッセージありがとうございます。町田浩二様、綾エドワーズ様、岩田様、メッセージありがとうございます。それぞれに琉球そして広島へのエールメッセージ、非常に両チームにとっても励みになると思われます。ぜひ皆様も忌憚なくこれからも両チームにそのたたえあるメッセージをよろしくお願い申し上げます。さあ審判団首脳陣招きまして、まもなく試合開始のコイントスに入ります。令和5年10月28日、場所は大阪鶴見緑地球技場です。2023年 X3 リーグウエスト第3節の2試合目、広島ホークス対琉球ガーデンライオンズの一戦がまもなく行います。試合開始14時10分キックオフ予定です。手前側に陣取りますのがホームチームという形になります。広島ホークス対します。ホワイトのユニフォームをまとっておりますが琉球ガーデンライオンズです。広島キックオフ、琉球リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム試合開始前の激を飛ばし合い、カツを入れてこれより試合開始の時を迎えます。両チームフィールドに入りました。まずは広島のキックオフで試合開始という形になります。キックオフを務めますのは広島19番の花岡、立命館大学出身。対します琉球はリターナーに9番と29番を配置しています。9番は篠宮、琉球大学出身、29番は中村、城西大学出身です。琉球リターンに入った、このリターンは琉球陣20ヤードを超えたところでダウンし、この位置から琉球ガーデンライオンズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新を繰り返すか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーデンライオンズ自陣23ヤードからの攻撃、琉球ガーディアンライオンズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずランプレーから入りましたが、これは広島ナイスディフェンス。まず地上戦から勝負を挑みましたが、これは広島51番素晴らしい対応をしまして、このランプレー約5ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事なタックルをしましたのは広島ホークス54番の大江、島根大学出身のチームキャプテンです。琉球セカンドダウン15の状況を果たしてどのようなプレーとするでしょうか。パス不成功、
今度はオフェンスが開始点より後方でき後方より一度だけできる前パスを敢行しました。クォーターバック3番右にいましたレシーバーにパスを投じましたが、このパスは不成功となっています。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして琉球サーダウン15ボールオン自陣18ヤードの状況にあります。さあこの15ヤードを突破なるでしょうか。ナイスラン、ファーストラン。この距離琉球はランプレーをあえて投入しました。ランニングバック33番今日つくように中央を切り込みました。一気に攻撃権失礼しました攻撃権更新にはしかし至っておりません。フォースダウンに変わります。しかし鮮やかなランプレーを披露しましたのはランニングバック33番の中本、失礼しました33番の中本でした。関西大学出身。さあフォースダウン最後の攻撃権ですが、琉球ここでフォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーですが、しかし攻撃権は失います。さあどこまで返せるでしょうか。このパントは広島陣35ヤードを超えた地点で外へ出ました。この地点での攻守交代と変わります。琉球最初の攻撃シリーズは結果的に4回で終了という形になっております。攻撃権変わりまして今度は広島ホークスの攻撃に変わります。細川様メッセージありがとうございます。高見沢選手へのメッセージ、先ほどのパンターの選手ですがそちらへのエールメッセージが届きました。高見沢選手それに応えんと素晴らしいパントを披露しております。さあ今度は広島の攻撃です。広島自陣34ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。何学22番ハンドオフを託されまして右オフタックル駆け上がりまして約8ヤードのゲインとしています。見事なランを披露しました。何学20番は玉山京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン3ボールオンは自陣42ヤード。ナイスキャッチファースター。ここで右に展開しておりましたワイドレシーバー10番にヒッチパスを投じました。ヒッチパスは真横に近い 真横に近いマイパスです。これを10番キャッチアンドランドし攻撃権更新通しています。広島ホークスファースター。見事攻撃権更新果たしました。ワイドレシーバー10番は佐伯関西大学出身。さあ攻撃権更新し広島自陣48ヤードからの攻撃でファーストダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。ランプレーにより中央突破を図りましたが、これは琉球5番92番がはたかりましてこのランプレーを1ヤードロスに変えております。見事な対応をしましたのは琉球ガーデンライオンズ5番のアガリエ、浦添高校出身のルーキー、そして92番はデイブ・エルバーズ、ロネラ高校出身のチームキャプテンです。さあ琉球もまずここでディフェンスで一つ見せました。セカンドダウン11広島パス不成功。今度は先ほど攻撃権更新果たした右ワイドレシーバー10番へのヒッチパスを投じましたが、このパスはオーバースロー。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。広島ホークスサーダウン11。さあこの判定どうでしょう。パスキャッチしそのキャッチした地点で膝をついていたという判定になっております。ここは攻撃権更新図らんとパスプレーを投じました広島ですが、攻撃権更新ならずフォースダウンに変わります。広島ホークスフォースダウン5パントフォーメーションを選択します。
これを琉球はフェアキャッチ、リターンせずそこでプレー終了という形にいたしました。しかし攻守交代となりまして琉球の攻撃に変わります。まず双方ともに最初の攻撃シリーズはお互いにパントという形に終わっております。さあこれを得まして今度は琉球が2回目の攻撃に入ります。ボールオンは琉球陣17ヤード、琉球ガーディアンライオンズファーストアンテン。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック3番ハンドオフフェイクから自らキープ、今日つくように左オフタックル駆け上がりまして攻撃権一気に更新です。琉球ファースター、素晴らしいランをまず決めましたのはクォーターバックに入っております3番の池口、日本大学出身エイジ41。琉球ガーディアンライオンズ自陣38ヤードからファースターアンテン。さあ今度はランニング10番に託しました。しかしこれは広島のディフェンスがチャージをかけましてこのランプレーを1ヤードロスに変えております。ここは広島陣も続けざまにビッグプレーは許しておりません。まずここで一つ踏ん張った形になっております。琉球自陣37ヤードからセカンドダウンイレブン。成功。クォーターバック3番右に展開しておりましたワイドレシーバー33番にパス、これを33番キャッチしまして約5ヤードのゲインとしています。パスを取りましたのは33番の中本、関西大学出身。琉球サーダウン6、ボールオンは自陣42ヤード。成功、ファースター。クォーターバック3番内側に切れ込んできたワイドレシーバー22番にパスを通しまして攻撃権更新です。琉球ファースター、見事パスを通じましたクォーターバック3番は池口、日本大学出身。取りましたワイドレシーバー29番は中村、城西大学出身です。さあこれにより琉球は相手陣に入りました。相手陣45ヤードから琉球ガーディアンナヨンズファースターアンテン。ここでハンドオフオプションで QB キープを選択しました琉球。しかしここでディフェンス殺到しあわやロスという状況でしたが3番粘りましてこのランプレーノーゲインに変えております。琉球セカンドダウンテン。ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを投入しました。裏をつくように中央突破図らんというところでしたがこれも広島対応しておりノーゲインとなっております。ここで反則が発生しています。イエローフラッグがフィールド上に落ちています。審判団から黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のフェイスガードを掴んで倒した反則です。
この反則は非常に危険な行為として重大な反則に扱われます。15ヤードの抜体となりまして、攻撃権を更新し、1回目に戻す形になります。従いまして、琉球15ヤード前進し、攻撃権更新です。琉球ファッサー。琉球思わぬ形で相手陣30ヤードからの攻撃で試合再開となります。琉球ガーデアンライオンズファーストダウン10。パスは成功。しかし広島ナイスディフェンス。ここで左に展開していた14番のキャッチアンドランを図るヒッチパスを投じましたが、これを広島13番見事な対応をしまして1ヤードロスに変えております。素晴らしい対応をしましたのは広島13番の上田、島根大学出身、中四国学生リーグで活躍しておりました選手がここで活躍しています。琉球セカンドダウン11、ボールオンは相手陣31ヤード。パス不成功。クォーターバック3番、右スプリントアウトからワイドレシーバーへのパスを投じましたが、14番これをキャッチできずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。琉球ガーデンライオンズサードダウン11。3番右スプリントアウトからパスを投じようと下がりましたが、ここを広島ホークス71番でしょうか、殺到しまして QB サーク、大きなロスを奪っております。見事 QB サーク決めましたら広島ホークス71番の谷本でしょうか、島根大学出身。琉球フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。ナイスパン。パンター50番これを見事なコントロールでボールをコントロールしまして、広島陣3ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。高見沢素晴らしいパントを決めました。失礼しました、広島陣2ヤードあたりとなっています。絶妙のパントでした。先ほど細川様からも応援メッセージありましたが、高見沢選手素晴らしい技ありのパントを決めまして、むしろ有利な状況を作り出しています。さあ広島自陣2ヤードからの攻撃になりますが、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。広島ホークスファーストダウン10。まずはランプレーを投入しました。陣地を回復戦闘、まず中央突破を図ります。ゲインは約3ヤードとなっています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、広島ホークス0点、琉球ガーデンライオンズ0点、両者無得点で第2クォーターに移ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様そして個人の方々のご寄付ご寄社によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この YouTube 配信の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL ございます。こちらの方をご覧いただき、内容にご同意できる企画ございましたら、ぜひご協力ご賛同よろしくお願い申し上げます。
まずこの試合の序盤戦は双方とも相手陣を脅かす形の展開をしておりますが、現時点は双方無得点となっております。攻撃権は現在広島にありますが、広島は自陣5ヤードと非常に厳しい状況に強いられております。これを果たして琉球は生かし反撃となる突破口を見出すでしょうか、あるいは広島がこれを打開し自らの得点機に変えるでしょうか。チャット内の応援メッセージありがとうございます。あやエドワーズさんは高見沢選手は宮古島シーホークスからの参戦ですね。文字通り新進系のチームの中で、そして X に参戦する琉球にあえて挑戦するその勇気に期待したいと思います。細川さんも同じくこの高見沢さんへの応援メッセージとさせていただきます。岩田さんは玉山選手のランに注目ですね。先ほどから素晴らしいプレーを見せておりますが、さあここでそのプレーは披露されるでしょうか。パス不成功です。まずここで広島はこのセカンドダウン7の状況、パスプレーから入りました。しかしこのパスは失敗となりまして、サードダウンに変わります。時計調整が遅れておりましたが、時計合わさせていただきました。さあ広島自陣5ヤードからのサードダウン7、果たしてどのようなプレーを展開するでしょうか。琉球逆にここを突破口とするでしょうか。さあクォーターバック、その自らの走力で攻撃権更新図らんとしましたが、これは琉球ディフェンス踏ん張りましてフォースダウンに変わります。広島クォーターバック3番は山口でした。亜細亜大学出身のチームのバイスキャプテンです。広島フォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。ボールオンは自陣9ヤード、非常に厳しい状況からのパントとなりますが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにありましたでしょうか。広島に交代違反、フィールド内に12人おりました。アメリカンフットボールはフィールドの中は12人以下でなければいけません。従いまして5ヤードバッタリとなりフォースダウンやり直しです。さあさらに下がった位置からのパントとなりますが、広島この状況を見事クリアすることになるでしょうか。パンターがエンドゾーンにいる状況でのパントフォーメーション、このバント琉球はフェアキャッチしまして、広島陣40ヤード地点からの攻撃を確保します。広島非常に厳しい力のパントはしかし見事にクリアしました。ですが自陣を脱することには至らず、琉球は相手陣40ヤードからの攻撃に入ります。さあ琉球としてはこのポジションを生かした得点をものにしたいところでもあります。琉球相手陣40ヤードからファーストダウン10。さあここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールオフェンスは揃ってスタートしなければいけません。先ほどボールが動く前に1人選手が動いた状態に乗っておりました。結果的には5ヤードバッタリとなりファーストダウンやり直しとなります。琉球5ヤード下がりまして、相手陣45ヤードからファーストダウン15で試合再開です。
さあここで中央へのランプレーを投入しました。ランニング枠10番にボールを託しまして、オフェンスラインの勢いのも合わせて中央突破し、約6ヤードのゲインとしています。キャリア10番はゴヤ、琉球大学出身。琉球ガーデンライオンズ、相手陣39ヤードからセカンドダウン9。さあ再び中央へのランプレーです。ここはランニバック10番ゴヤのランを重ねます。すれ違うようにハンドオフしまして、中央へのランを完行させ、約4ヤードのゲインとしています。さあ琉球相手陣35ヤードからサーダウン5の状況に入ります。ここで琉球クォーターバックの中央突破へのランプレーを敢行しました。カウンターに近い形で QB 自らが突進する形で攻撃権更新果たさんというところでしたが、わずかに至らずフォースダウンに変わります。失礼いたしました。琉球フォースダウンの状況に変わりましたが、さあここでどのような選択をするでしょうか。ここでホイッスル。琉球ガーデンライオンズ、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。琉球ここはポジション的に非常に有利でありますので、フォースダウンといえここで作戦タイムを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画現在も募集しております。この YouTube の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございますので、そちらをご覧いただき内容をご賛同くださいます方々、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ琉球ここでフォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。かなりの距離です。キックレングスは50ヤード。このキックはしかし不成功、フィールドゴール失敗となりました。結果的に4回目の攻撃失敗となりますので、攻守交代となります。高見沢非常に距離のあるフィールドゴールでしたが、あえて果敢に挑戦しました。しかし広島はこの窮地、琉球の攻撃を見事しなぎまして攻撃権を確保する形に至っております。広島自陣33ヤードからの攻撃に入ります。広島ホークスファーストダウン10。ここで広島オプションプレーを選択しました。ランニング枠にピッチしまして、キャリア32番左オープン展開し、約3ヤードから4ヤードのゲインとしております。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。
さあ試合再開となります。広島セカンドダウン7。パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック3番、中央切り込んでいたワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、パス8番キャッチミス、パス不成功となりまして、サードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン7。パス成功、クォーターバック3番、右にスプリンターズ、琉球ディフェンスが殺到する中、このパスを見事通しましたが、わずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。さあ残り1ヤードという状況ですが、広島どうしますでしょうか。どうやらフォーメーションを変えまして、パントフォーメーションを取る模様です。ここはリスクを回避する形を選択するようです。ここで広島に大きなミスが発生しました。スナップミス、センターが投げました。スナップが大きく後方にそれる形になりました。パンターなんとかこれをカバーし蹴り返さんとしましたが、そこに琉球ディフェンス陣殺到しまして、広島陣エンドゾーン近い位置で攻撃譲渡という形になりました。非常に大きなプレーが発生しまして、琉球相手陣ゴール前からの攻撃です。琉球の攻撃に変わります。大変大きなプレーが発生しました。さあ琉球は相手陣9ヤードからの攻撃に入ります。従いまして攻撃権更新はありません。4回の攻撃権でタッチダウンを狙います。琉球相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。広島ナイスディフェンス、まずキャリア10番に中央突破を図らせましたが、これを広島4番が殺到しまして、このラン阻止しております。58番も対応しました。1ヤードロスを奪っています。見事なディフェンスを披露したのは広島ホークス4番のウェア、明治大学出身58番のプレイヤーも素晴らしい活躍を見せました。琉球セカンドダウン2ゴール。パス不成功。ここでクォーターバック3番、一気にエンドゾーンを狙うパスを投じました。しかしこのパスディフェンスカバーしており、パス不成功となっています。サードダウンに変わります。広島素晴らしい活躍をしました。58番は川田でした。さあ琉球サードダウン2ゴール、残り10ヤードの状況に入ります。広島防げるでしょうか。琉球これを突破なるでしょうか。このプレー止めた。クォーターバック3番、右に流れてランパスオプションを展開し、キープを展開しようとしましたが、これは広島カバーしております。フォースダウンに変わります。琉球フォースダウン2ゴール、残り7ヤード。フォーメーションを変えてフィールドゴールトライです。3点を狙います。
キックレングスは25ヤード。キック成功、3点獲得です。琉球ガーディアンライオンズフィードゴールで先制といたしました。琉球ガーディアンライオンズ3点、広島ホークス0点。琉球広島のミスをつきまして、この機会をうまく生かして先制となりますフィールドゴールを決め、この試合の均衡状態を解きました。しかし広島もこの危機をタッチダウン奪われず、フィールドゴールに抑えたのは非常に価値があったと思います。その意味では岩田様のメッセージ非常に的確だと思います。タッチダウンによります得点は最大で7点から8点得ることが可能です。現時点の状況はまだその試合の優劣が発生したという形でご覧いただくと幸いです。しかし少なくとも試合の均衡状態を解けました。琉球が先制点を挙げた形で、その得点を得た琉球のキックオフで試合再開となります。時計が誤って進んでおりましたが、試合時間前半残り4分7秒となっております。さあリターンを避けるように短いキックを蹴りました。しかしこのキック外へ出ましたので、これは反則となります。キックオフのボールは外へ出し、サイドラインの外へ出してはいけません。この場合はリターンチーム出た位置から5ヤード前進したところの攻撃か、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードペナルティとして自陣35ヤードのいずれかの攻撃という形で選択できるのですが、ここは広島は5ヤード下げて蹴り直す選択としました。広島はどうやらこのキックオフリターンで大きくプレーを展開したいという考えのようです。さあこれを避けることに琉球は果たしてできるでしょうか。自陣30ヤードの位置に変わりましてのキックオフです。さあ広島リターナー触れまして、それをリターンに入ります。結果的にタイミングがずれたためか、広島自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。さあしかし反撃のシリーズに入ります。広島ホークスボールオンは自陣19ヤードにセットされました。広島ホークスファーストダウン10。広島がパスプレーによって状況を打開を図ろうとしましたが、このボールを取ったのは琉球の8番、失礼しました、琉球の5番です。インターセプトにより攻撃権変わりましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどのように施行されるでしょうか。どちらにありましたでしょうか。リターン中の反則です。リターンチーム琉球にホールディング、相手選手を掴んだという反則がありました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。10ヤードのペナルティーです。しかしインターセプトは成立です。攻守交代はなりました。攻撃権は琉球ガーディアンライオンズに変わります。琉球ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは琉球ガーディアンライオンズの5番の上がり、浦添高校出身のルーキー、20歳のルーキーがここで大きな仕事を決めました。
さあ琉球ガーデンライオンズ相手陣36ヤードからの攻撃に入ります。琉球ファーストダウン10。ランプレーから入ります。何枠10番トスを受けて右オープンへのランプレー、スピードに乗りまして約3ヤードゲインとしています。綾様メッセージありがとうございます。先ほどのインターセプト選手の確認を誤っておりました。インターセプトしましたのは8番の根島選手でした。失礼いたしました。根島選手です。千葉科学大学出身のプレイヤーです。決して有名校ではありません。しかしフットボーラーとしての素晴らしい活躍を披露しています。インターセプト、ターンオーバー。しかし広島は負けていない。ここで琉球のパスを13番がインターセプトしまして攻撃権を奪還しました。攻守交代です。ターンオーバー。今度は広島の13番が見せました。13番は上田、島根大学出身。こちらは中四国学生リーグ出身のプレイヤーです。双方とも決して有名校ではありませんが、そのチームにおきまして素晴らしい活躍を見せていた、その技法を技を披露しております。さあ取り返しました攻撃権で広島攻撃に入ります。ボールオンは自陣36ヤードからファーストアンテン、パス不成功。まずパスプレーから入りました。左に展開しておりましたワイドレシーバーへのパスでしたが、このパスは不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。広島ホークス自陣36ヤードからセカンドダウン10。ここでドロープレーを投入しました。パスプレーと見せかけた裏をつくようなランプレーでしたが、ここで20番ボールをジャッグルしました。非常に危うい状態でしたが、なんとか確保しております。結果的にゲインは1ヤードにとどまっております。キャリア20番は玉山、京都教育大学出身。広島サーダウン9。ボールオンは自陣37ヤード。パス不成功。クォーターバック18番下がりまして、右奥に展開していたワイドレシーバー27番へのロングパス、しかしわずかにオーバースローでありパス不成功となりました。広島フォースダウンに変わります。広島フォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。このパントシャンク、プレッシャーからパントを蹴り損ねました。結果的に自陣脱することできず、広島陣45ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。さあ前半の残り時間は1分55秒となっております。この状況で琉球は相手陣47ヤードからの攻撃に入ります。琉球相手陣47ヤードからファーストアンテン。
パス不成功。クォーターバック3番ターゲットを探しながら左奥へのパスを投じましたが、これは広島陣パスカバーよくパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウンテン、ボールオン相手陣47ヤード。ランニー枠10番ハンドオフを託されて左オープンに展開。ディフェンス殺到する中、体をねじ込みまして約7ヤードのゲインとしています。キャリア10番5夜、素晴らしいランを披露しました。琉球大学出身。琉球サーラン4、ボールオンは失礼しました、サーラン3に訂正します。ボールオンは相手陣40ヤード。パス成功、ファースト。クォーターバック3番右に展開して中央切れ込んできたワイドレシーバー14番にパスを通し攻撃権更新です。琉球ファースト見事パスキャッチ決めまして攻撃権更新果たしたのは琉球ガーデンライオンズ14番の草開き、大阪工業大学出身。琉球相手陣32ヤードからファースト運転。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック3番プレイアクションからロングパス、一気にタッチダウンを狙わんとするパスを投じました。相手の裏を突くように投じたパスでしたが、しかしこれは広島33番がインターセプト、攻守交代となります。ターンオーバー。見事この状況インターセプトでしのぎましたのは広島ホークスの33番のプレイヤーでした。33番は笠松、素晴らしいプレーを披露しています。さあ攻撃権変わりまして広島の攻撃に変わります。前半残り時間は29秒となっているようです。広島ホークスファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック18番左に展開したワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、3番キャッチミス、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。ノーマークであり非常に大きなプレーになる予感があったプレーでした。広島ホークスセカンドダウン10、ボールオンは自陣9ヤードの位置にあります。これは琉球ナイスディフェンス。中央へのランプレーを投入しました広島、しかしこれを琉球99番タックルしましてノーゲイン、失礼しました、1ヤードのゲインにとどめております。見事なタックルを披露しましたのは琉球ガーデンライオンズ99番の牧、明治学院大学そして大宇大学を経ましたプレイヤーです。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして広島ホークス0点、琉球ガーデンライオンズ3点、琉球がフィールドゴールにより3点リードする形で前半戦終了です。この一戦そのどちらに白星がつくかによりまして B ブロックそのものが大きく状況を変転します。非常に重要な天下分け目の一戦となりました。その試合は現在琉球がフィードゴール1本リードしている形になっております。双方ともしかし顕著に素晴らしいプレーは披露されており、状況逆転する状況がまだ見え隠れするその前半戦の攻防でした。
さあこのハーフタイムで両方ともに突破口を見出す策が見出せ作ることができるでしょうか。このインターバルの間、配信の方も音声を一旦オフにさせていただきます。後半戦再開の時近づきましたら再び音声入れさせていただきます。さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしております。前半を終えまして広島ホークス0点、琉球ガーディアンズ43点、琉球がフィールドゴール1本決めましてリードをする形になっております。しかしその得点差はフィールドゴール1本のみ。状況はタッチダウンでひっくり返ることが容易にできる状況にありましての後半戦に入ります。双方とも攻守ともに素晴らしいプレーは散見しております。しかしそれが得点に結びつく要所のところでお互いが踏みとどめているという非常に拮抗した対戦になっております。この一戦はこの単純な勝敗によるだけなく、この白星がどちらにつくかによって BD ブロック全体がどのように変転するか大きなうねりとなる試合にもなります。これによって B ブロックの体制が決まるのか、あるいは状況が覆るほどの変革が生じてしまうのか、まもなくその試合は後半戦を迎えようとしております。多くの方々のチャット内のメッセージ大変嬉しく思います。選手の方々へ届かんとするその白熱した応援をこちらの方でもぜひよろしくお願い申し上げます。願わくば双方ともに敬意を持ったメッセージもまたよろしくお願いいたします。さあフィールドに両チーム入りまして、まもなく後半戦再開です。後半戦は琉球のキックオフで試合再開する形になります。キックオフを務めましたのはフィールドゴールを決めました琉球ガーディアンライオンズ50番の高見沢、明治学院大学出身のプレイヤーです。沖縄にありますもう一つの社会人チームというよりプライベートチームといっても過言ではありません、宮古島シーホースから電撃参戦したプレイヤーです。さあこのキックオフを広島どのように返していくでしょうか。これより後半戦開始です。琉球ガーディアンライオンズキックオフ。広島リターンに入りました。中央に果敢に突進しまして自陣25ヤードの位置からの攻撃を確保します。この位置から広島後半最初のシリーズに入ります。さあ岩田さんも後半頑張れというメッセージが入っております。広島答えることができるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードから広島ホークスファーストダウン10。ナイスラン。何枠20番オプションプレーのピッチを受けまして右オープンを展開し攻撃権更新です。広島ホークスファースター、見事オープンへのランプレーで攻撃権一発で更新としましたのは何枠20番の玉山です。京都教育大学出身。広島ホークス自陣35ヤードからファーストダウン10。さあ前が空いてる、ファーストダウン。
反応船中央突破です。味方ブロッカーが作った大きな穴を一気に中央切り込みまして攻撃権更新。広島ホークスファースター同じくラニバック20番の玉山でした。京都教育大学出身。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。岩田さんメッセージありがとうございます。期待に応えているかのように玉山選手素晴らしいランを立て続けに決めました。さあ試合再開となります。広島相手陣44ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあ再びランプレーを重ねます。同じくキャリアは20番の玉山。ハンドオフから密集点をつきまして約3ヤードのゲインとしています。広島ホークスセカンドダウン7、ボールオンは相手陣41ヤード。ナイスラン、ファースター。今度はクォーターバック3番自ら中央へ切り込みました。今日つくように中央突進しまして攻撃権更新です。広島ホークスファースター。素晴らしい判断で攻撃権更新しましたのはクォーターバック3番の山口、亜細亜大学出身。さあ相手陣31ヤードに入りました。広島ホークスファースターン10。サイドへのオプションプレー、ピッチを受けた20番左オープンをスピードで駆け上がりまして攻撃権更新です。広島ホークスファースター。このシリーズクォーターバック山口が玉山をうまく駆使しまして前進を図っております。広島ホークス相手陣21ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあ今度は中央へのランプレーです。ハンドオフ託されましてラニバック20番、ディフェンス殺到する中ステップワーク小刻みに刻みまして約5ヤードのゲインとしています。失礼しました、キャリアは10番でした。10番のキャリアは佐伯、関西大学出身。広島ホークスセカンドダウン6、ボールオンは相手陣16ヤード。今度はオプションプレーで左オープン展開を図りますがこれは琉球も対応しております。ゲイン1ヤードに留めております。広島ホークスサーダウン5、失礼しました、サーダウン4に訂正します。
ボールオンは相手陣14ヤード。さあここは大きな場面になります。ここでホイッスル。広島ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。重要な局面と判断しました。ここで広島は作戦のタイムアウトを取ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様、個人の方々のご寄付によりましてこの配信は成り立ちました。そのご厚情大変感謝申し上げます。できる限りそのご期待に応えられるよう、私も素人でありますができる限りの配信をさせていただきたいと思っております。ネット配信のため状況によりましては配信の安定が伴えない場合がありますが、後ほどそういった場合にはアーカイブ版を配信させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開となります。東山ホークスサラン4、さあランプレーで入った。しかしこれは止まった。このまま好調なランで一気に押し切らんという状況でしたが、これは琉球が食い止めました。フォースダウンに変わります。琉球ガーデンライオンズフォースダウン3フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは30ヤード、キッカーは19番の花岡、立命館大学出身。キック成功、3点獲得です。広島ホークス3点、琉球ガーデンライオンズ3点、同点となり試合は振り出しに戻りました。非常に拮抗した戦いになっておりましたが、後半広島が好調にランプレーを重ねましてフィードゴールを蹴り込むことに成功しまして試合を振り出しに戻しております。大変面白い状況になってまいりました。さあ広島フィールドゴールで追いつきました。その得点を得た広島のキックオフで試合再開となります。琉球リターンに入りました。タックル受けましたがリターナー自陣23ヤード付近まで前進し、この位置からの攻撃権確保しております。リターナーは9番の篠宮でした。琉球大学出身。さあ今度は琉球ガーデンライオンズの攻撃となります。ボールオン自陣23ヤードから琉球ファーストダウン10。まず中央へのランプレーを投入しました。ランニング10番、果敢にも密集点つきまして約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。ランニング10番はゴヤ、琉球大学出身。
琉球セカンダンスシックス、ボールオンは自陣27ヤード。今度は広島ナイスディフェンス。ハンドオフプレーからキュービーが左オープンのランプレーをチョイスしましたが、これは広島24番見事に対応しましてノーゲインとしています。見事な対応をしましたのは広島ホークスの24番のプレイヤーでした。24番は田川。さあ琉球サーダウン6になります。琉球ファーサークォーターバック3番パスを投じんと加えましたが、すかさずランプレーに変えました。 QB ドローを決めまして中央突破し攻撃権更新です。琉球ファーサー見事なランでまずこの状況を打開しましたのはクォーターバック3番の池口、日本大学出身。琉球自陣37ヤードからファーストダウン10。ナイスファーストダウン。ランニングバック10番トスを受け右オープンへのプレー、ディフェンス殺到する中その体をねじ込みまして一気に突破しました。攻撃権更新です。琉球ファーストダウン。ランニングバック小屋がここでチームに喝を入れます。地元琉球大学出身のプレイヤーここで活躍しました。琉球ハーフウェイからファーストダウン10。ここでホイッスルになります。イエローフラッグが投入されました。反則発生です。ディレイオブザゲーム、制限時間を超えました。遅延行為の反則です。オフェンスには制限時間があります。プレーの終了によりまして40秒ないし25秒の制限があり、この時間内にプレーを始めないと5ヤード抜退となります。従いまして琉球、ファーストダウン15で試合再開です。ボールオンは自陣45ヤード。琉球、ファーストダウン。3番 QB ドローを展開しました。今日つくように右オープン展開し約10ヤードのゲインとしています。琉球相手陣45ヤードからセカンダウン5。攻撃権更新です。琉球ファースター。ランニングバック10番ハンドフォーを託されまして左オープンに展開、そこから一気にオフタックルを駆け上がりまして攻撃権更新です。琉球ファースター。さあ琉球相手陣39ヤードに入りましてのファースターン10。成功。クォーターバック3番右に展開したワイドレシーバー14番にパスを通し約3ヤードのゲインとしています。
パスキャッチしましたのは14番の草開き。大阪工業大学出身のプレイヤーです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、広島ホークス3点、琉球ガーデンライオンズ3点、両者同点で最終クォーター、第4クォーターに移ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。さあ、この第3節2試合目、広島ホークス対琉球ガーデンライオンズの一戦は現在3対3という状況、同点で最終クォーターに移ります。ともに攻守ともに光るものありますが、それが決定打に至らないまま、この最終クォーター拮抗したままに突入しております。この一戦はその勝利した状況によりまして、 B ブロック全体が大きく状況をうねるという非常に大きな一戦となりました。もちろん B ブロックにとっては天下分け目の一戦と言って過言ではありません。その一戦、最後の最後まで分からない状況で現在試合が進んでおります。その戦いの決着はこの10分で決まります。これよりファイナルクォーター、第4クォーターに移ります。琉球相手陣37ヤードからセカンドダウンセブンで試合再開です。これは広島ナイスディフェンス。琉球ランプレーを投入しました。しかしそれを広島54番凄まじい上がりでノーゲイン、むしろ3ヤードロスに変えました。見事なタックル決めましたのは広島ホークス54番の大江、島根大学出身のチームキャプテン。ここでキャプテンの素晴らしいタックルがありました。さあ、琉球サードダウン10の状況です。突破なるでしょうか、広島防ぐでしょうか。ここでビッグプレーが出ました。琉球これをパスにより突破しようとしましたが、これを取ったのは広島13番、そのまま一気に右サイドラインを独走、相手を置き去りにそのまましてそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。広島インターセプトタッチダウンピックシックスになり6点獲得となりました。見事インターセプトタッチダウン決めましたのは広島ホークス13番の上田、島根大学出身。そしてこのトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加です。広島ホークス10点、琉球ガーデンライオンズ3点。この土壇場の状況でピックシックス発生しまして、広島、タッチダウンを上げる形に成功しました。この最終クォーターに入りまして大きな波が来ました。広島が13番、島根大学出身の上田のインターセプトリターンタッチダウン決めまして、状況広島有利という形に変わっております。さあ、しかしその差はまだワンタッチダウン、そして残り時間9分あります。まだ試合の数勢は決まっておりません。
その試合はこれより広島のキックオフで再開します。琉球リターンに入った。低いキックは琉球、前にいましたブロッカー陣が抑えまして、琉球陣34ヤード付近からの攻撃に変わります。さあ琉球反撃になるでしょうか。自陣34ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番に変わっております。7番右に展開した9番にパスを通し、約5ヤードのゲインとしています。クォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身のプレイヤー。取りました9番は篠宮、琉球大学出身の選手です。ここへ来て本来のスターティングクォーターバックである藤原にクォーターバック変えました。琉球さあここでランプレーを投入しましたが、これは広島のディフェンス厚く1ヤードロスに変わっております。広島も先ほどのタッチダウンによって勢いが出てまいりました。琉球サーダウン6。インターセプト、ターンオーバー。ここで琉球パスプレーを選択しましたが、これをディフェンスラインがプレッシャー、浮いたボールを取りましたが、広島ホークス74番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは広島ホークス74番の投稿家、鳥取大学出身のルーキーです。攻守変わりまして広島ホークスの攻撃になります。相手陣43ヤードから広島ホークスファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ここで広島リバースプレーを選択しました。リバースはランニングバックと反対方向にレシーバーが走り抜ける逆方向への大きなカウンタープレーです。エンドアラウンドとも称させるこのビッグプレーをワイドシーバー10番見事攻撃決めまして、攻撃権更新です。東のホークスファースター、10番は佐伯、関西大学出身。広島ホークス相手陣25ヤードからファーストダウン10。今度は中央へのランプレー、広島ホークスファースター、キャリア20番にボールを託しまして、20番スピードに乗って一気に中央突破して攻撃権更新です。広島ホークスファースター。20番は玉山です。京都教育大学出身。
広島ホークス相手陣9ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールとなります。ランプレー重ねます。中央のランプレーを投入。キャリアは20番、密集点に飛び込みまして約3ヤードのゲインとしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。タイムアウトを解けまして試合再開となります。広島ホークス相手陣7ヤードからセカンドダウン2ゴール。パス不成功。クォーターバック3番プレッシャー感じながら右にロールアウトしてパスを投じましたがターゲット見つからずパス不成功となっています。広島ホークスサードダウン2ゴールに変わります。広島ホークスサードダウン2ゴール残り7ヤード。クォーターバック3番パスを投じようとし右に流れながらターゲットを探しましたがしかしこれは投げること至れずフォースダウンに変わります。広島ホークスフォースダウン2ゴールフィールドゴールトライ。キックレングス21ヤード。キック成功、3点追加となりました。広島ホークス13点、琉球ガーデンライオンズ3点、その差10点と広がりました。広島ホークスがこの攻撃シリーズ見事フィールドゴールしましてさらにリードを広げる形に成功しております。さあその差10点となりましたが琉球なんとか反撃なるでしょうか。試合時間しかし残り5分22秒残っております。時計の方がズレが発生しておりますが訂正させていただきます。さあリターンに入った琉球。抜けている、ナイスリターン。リターナー29番、果敢にもリターン敢行しまして相手のリカバーをかわしながら自陣40ヤード付近までリターンしました。この時間の攻撃に入ります。リターナー29番は中村、城西大学出身。琉球自陣40ヤードからファーストダウン10。
インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーから入りました琉球でしたが、そのパスを文字通り強奪するようにインターセプトしました。広島ホークス13番、先ほどピックシュー6決めました。このプレイヤー素晴らしいパスインターセプトを連発しまして攻撃権奪取です。広島ホークスファースト、素晴らしいプレーを決めました。13番は上田、島根大学出身、中四国出身のプレイヤー、ここで素晴らしい活躍をしております。さあ広島の攻撃に変わります。広島自陣47ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランナーはこれは琉球止めます。ここまで好調でした玉山のランプレーをまずここは止めました。広島ホークスセカンドダウン10。ここでオプションキープをクォーターバック3番展開します。左オフタックル駆け上がり約5ヤードのゲインとしています。クォーターバック3番は山口、亜細亜大学出身。広島ホークスサーダウン5。これは琉球止めた。中央ランプレーで突破上がりましたが、これは琉球92番ソルタックル、ノーゲインでフォースダウンに変わります。ここは立ちはだかりました。琉球92番のゲイブ・エルバース、チームキャプテン、ここで大きな仕事を決めました。琉球まだ諦めておりません。広島フォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。さあプレッシャーいった。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスに反則です。イリガルフォーメーションがありました。5ヤードのペナルティはリターン地点から成功、リターンして止まった地点から成功される形で5ヤード抜体となります。琉球結果的には自陣32ヤードからの攻撃に変わります。さあ琉球この2分54秒にかけます。
ボールオンは自陣37ヤードの位置にセットされました。琉球ファーストダウン10。パス成功。まず右にいましたレシーバー9番にパスを通しまして約3ヤードのゲインと変えています。しかし中で倒れた形になっているので時計が回ります。ボールオン自陣40ヤードから琉球セカンドダウン7。不成功。ここもパスプレーで突破図らんとしましたがプレッシャーありましてパス不成功となっています。サードダウンに変わります。北野さんはまさにその心境私も同意です。残り時間この勝負をかけるのが文字通りフットボールの醍醐味ですが同時に選手たちではありません。応援していきましょう。パス不成功。ここで突破図らんとパスを投じましたがこれを広島パスカットしています。フォースダウンに変わります。さあ勝負のフォースダウンに入ります。ボールオンは自陣40ヤード琉球フォースダウン7。広島止めた。ここでパスはワイドレシーバー10番に通りました。そこからのキャッチアンドラン図らんとするプレーでしたがしかし攻撃権更新ならず4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代です。攻撃権変わりまして広島の攻撃に変わります。広島取り返しました攻撃自陣43ヤードからの攻撃に入ります。このランプレーは止めます。まず地上戦によってランプレーを展開しようとします。しかし中でプレーは止まりましたので時計回り続けます。広島セカンドダウンに変わります。刻一刻試合時間がなくなっていっております。広島ホークスセカンドダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック20番ピッチを受けまして右オープンを展開。コース取りよく攻撃権更新です。広島ホークスファーストラン。相手陣28ヤードから広島ホークスファーストダウン10。ランプレーを挟みます。ナニマック20番にボールを託しまして右を振ったプレーのランプレー約3ヤードのゲイン。時計は回り続けます。広島ホークスセカンドダウン7。
攻撃権更新にはなったようです。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、広島ホークス13点、琉球ガーデンライオンズ3点、広島ホークスの勝利となりました。琉球最後まで奮闘を続けましたが、惜しくもここで敗戦となりまして3敗目となります。しかし最後まで諦めない戦いぶり、見事でした。ナイスファイトでした。本日は応援と運営ありがとうございました。そして広島見事3連勝で3勝目を挙げる日に至りました。これによって X2 昇格の権利を獲得することに至りました。ナイスゲームでした。琉球見事な奮闘でした。最後の最後まで強敵相手に全くひるまない互角の戦いを演じておりました。総部創設2年目にしてこれほどの力を蓄えたことは素晴らしいと思います。しかし惜しむらくは今シーズンそのチャンスを生かすには至りませんでした。残り試合を勝ちましても勝利数2勝までということになりますので、昇格争いからは脱落する形になります。しかし最後までその可能性を感じる見事な戦いでした。ナイスファイトでした。文字通りこれが B ブロックの大きな数勢を決める展開となる試合でありましたが、結果的には広島ホークスが勝利する形でこの試合を制することに至りました。これによりまして昇格レースは広島、そしてリードイフォートエールズが先行する形に B ブロックは推移しております。この残りのしかし第2節の状況、今後を占う意味でもぜひご注目をお願いしたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして続きへと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X2、X3、ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。
その企画にご同意いただきました NFA 社会人アメリカンフットボール協会の皆様にも感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この企画によりまして多くのご来場いただけない方々にもこの熱戦をご覧いただくことが可能です。ぜひご協力をお願い申し上げます。その配信本日受けたまわりましたのは私道楽屋理社でした。次の試合ももし機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。